はい、皆さんこんにちは。ミント池袋店の中川です。こんにちは、立川店の五十嵐です。はい、前回は、BBM の、クラシックですね、開けましたが、今回は2015年の思い出のユニフォーム、こちらのアイテムを、思い出のユニフォーム、いい写真ですね。で、今日のゲストは、立川店の五十嵐店長をよろしくお願いします。呼んでおりますので、どういう結果になるか、さあ開けてみましょうか。今年はあれですね、箱1サイン必ず出ますからね。そうですね、箱に1枚サインは入っておりまして、結構懐かしいユニフォームから限定ユニフォーム、レギュラーカードもなかなか面白い。レギュラーカード面白いですね。まあちょっと前回はですね、神田店の田村店長を呼んだんですが、2人揃ってあまりいいボックスではなかったという声が届いておりますので、今日はどういう内容かと。手前から開けちゃいます。そうですね、手前から言いましょうか。上にバックずっと開けますね。これこうホークスのこう懐かしいヘルメットの写真だった。おお、この1年しかない。あ、七色。七色ユニフォーム。七色ユニフォーム。なんかこう初カード化の選手が多い。初カード化、阪神日本ハムで頑張った坪井選手のお父さんのカードがすごい人気があった。お父さんのね、ありましたね、阪急のね。お、これはいいですよ。これはいいボックスの出だしです。じゃん。あ、大谷くんじゃないですか。大谷の100枚限定の金サインパラレルカードです。いいですね、これ。欲しい。これはこれいいですね。これは人気です。人気ですね。やりました。サイン出ました。お、早いな。早いです。お、来ました。まあ、これがちょっとインスタとか。広島の池谷さん。お、巨人のコーチもやってましたけどね。おお。このツヤも消しのやっぱり髪もの。今日田村くんいないですけど、ブルーのこの昔のユニフォームいいですよね。あ、うん、これメモラとか入っていいですね。いいですね。ということで、僕は手前からシリアルが出て、五十嵐店長は手前からサイン。手前からサイン出ました。あとは背番号限定パラレルが今回復活しているというので、なかなか見ないんですけど、こちらはライオンズのクリアマンさん。お、インサートも大谷ですね。お、大谷くんついてますね。通常のインサートで。そうだ、大谷は今回10枚限定の特別なサインがあるっていうので。インサート松岡さんですね。ヤクルトです。ちょっと見出すと。さて、最後のジェルスになりました。早いカードが出てくるね。早い、まあこんなもんですよ。早いね。あ、今年この阪神ね、このユニフォームでやってました、ね、見ました。お、現場で、うん、いや、現場で、あ、テレビ、うん、でこのマッキーこう前剣のユニフォームとかなかなか人気があるカード。ロッテのこのね、ちょっとこう弱かった頃のこの復刻のヤブダとかなかなか渋いですね。あ、初期ですね、千葉に、うん、ちょっと90年代のね。そうです。というん、ってことで残りあと池谷さんのレギュラー出ちゃいました。少しなん、お、これです。これでサインが出てこないですね、僕の方は。サイン出ないですか。出ないですね。あと2パックです。まだサインが出てきません。早いね。おっ、出た。サイン出ました。誰、誰だ。誰、ああ、
オリックスの、山内ですが、山内さんね、ちょっとあまり知識がここまで。誰？山内。現役時代知ってる方はぜひ、ね、今度お店で教えてください。オリックスのね。ってことで、私はちょっと先に開け終わっちゃいましたが、こう山内と大谷というインサートカードも3枚、大谷、栗山、坂本と。ああ、今年亡くなっちゃいました香川さんのインサートですね。インサートもう1枚、藤浪くん。おお、大谷くんと来たら藤浪くんですからね。そうです、まあ今年のこの思い出のユニフォームっていうのはこうやっぱその時代を思い出させる感じで。ああ出ました、金サイン。あ、パラレルが出てなかったですね。阪急の4番打者、長生さんです。おお、知ってます？顎にこうやって。あ、清原やったり、こう元祖右の強打者。あ、これこうやってやるんですよ。立ち方に行くといろいろこう選手のモノマネもしてくれるし、ていますから、リクエストあれば。リクエストあればぜひ立ち方でやってやるんです。得意なのは阿部さんですから、腰振り。阿部さん。知ってます？腰振り知らない。知らない？腰振るんですよ。あとね、こんにゃく打法、梨田さんのね。梨田は映像で見ようと思います。まあ、もうち千葉県みたいですね。動画見てやってくださいって言ったらやりますから、言ってください。なんか得点も、得点ないですね。得点なんか買ってくれないと、うん、買ったらなんか買っていただければ、ちょっとなんかいろいろこういう真似をしてくれるかもしれない。あ、大谷くんのレギュラー出ました。あ、この、このユニフォーム本当にいいです。いいですね。ということで、ちょっとなんか、まあ前回より内容良かったかと思います。こちら2015年 BBM の思い出のユニフォーム、もしよかったらミント各店で販売中なんでぜひお待ちしております。必ずサインってますからね。はい、はい、次回は、野球でなくリアルビーナスあたりでやれたらと思いますんで。あ、僕そっちが良かったな。あ、本当ですか。またよかったら読んでください。はい、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございました。